雨は、田田武彦の合唱組曲、及び同組曲の終曲のタイトル。男性合唱版が先に作曲され、後に、混声合唱にも編曲された。1960年、田田は全日本合唱コンクール課題曲のために、雨の来る前を単曲の男性合唱曲として発表した。その後、明治大学グリークラブからの移植により、この曲をもとに、組曲化を構想。 1967年5月28日、第16回東京六大学、合唱連盟定期演奏会において、富山浩二の指揮により初演された。ただは1963年、文化庁芸術祭参加作品として、混成合唱組曲、京都を発表し、奨励賞を受賞した。京都は、難解な技巧を凝らした曲で、福永洋一郎からは、全力投球と評されたが、 ただ自身は私にはもうこれ以上の曲は書けなくなってしまったと判断数年間の救出期間に入る。この間、ただのもとにはたださんの曲はだんだん難しく親しみにくくなっていく。柳川風俗師や中勘介の詩からのような初心者でもある程度の練習を積めば歌うことができてかつ香りの高い組曲を いつまでも書き続けてほしいという声が寄せられていた。こうした多くの方々の希望に沿った曲、いつまでも親しんで歌ってもらえる曲、結果は、ともかく、私が今まに書きたいと思った曲として発表したのが、雨である。これまでのただの作品は一人の詩人の詩を構成して、組曲を作ってきたが、雨では、百何十編もあった雨の詩の中から、この組曲を構成するのにふさわしいものを選び、 秋から冬にかけての季節的配列と気象転結を十分考慮して終局に導いたとしてテーマに沿った複数の詩人の詩を使用している。なお、根性版の発表は男性版初演から30年以上経った2003年のことである。全6曲からなる。全編無伴奏である。雨の来る前、武蔵野の雨雨の日の誘導演目11月に降る雨,雨の日に見る雨男性版は ただたけひこ男性合唱曲集に、混性版は、ただたけひこ根性曲集、雨に初集。いずれも、音楽の友社から出版されている。ありがとうございます。